あれマネージャーこれってもしかしてまさかの、そうまさかのあれですか、あれです、え本当にあれですか、うん、そう僕信じられないんですけど、ちょっとこれあるの、これね、あの実はあるんですよ、あるんですか、日本に、日本に、うん、え輸入してきたとかじゃなくて日本に、そう日本にね、まあまああの元々はまあ、元々あった、はい、外国にあったものなんだけど、今回のために持ってきたとかではない、元々あった、うん、もともとね、あの博物館、ニーボリミュージアムというね博物館があるんだけども、はい、そのニーボリミュージアムからね特別に持ってきてきました、今日はね、おお、うん、はい、なんとこれは例のよく話に聞く、はい、あれですよ、伝説のあれですね、伝説です、はい、これはね、あこれ本物だね、うん、ちょっと持ってみていいですか、どうぞ、あと気をつけてね。はい、あ手袋。あー、はい、オッケーね。はい。あ、確かに。本物だね。これはすごいね。すごいです。これはなかなか見れない。さすがニーボリミュージアム。さすがですね。まさかこんなの見れると思う。あー、待ってくれー！イエーイ！気をつけー！今日は何を持っているんだい、はい、今日はですね、うん、何これこの甲羅みたいなやつ、これはあの亀の甲羅、あれそしてなんとこれは、うん、亀の甲羅ギター、亀の甲羅ギター、はい、あーそんなのあんの、はい、これは、うんうん、古代ギリシャ時代のギターです、うん、すごい、あ、わかった、校長先生が言ったやつだ、そうそうそう、校長先生が言ったギターが最も栄えてた時代は、うん、古代ギリシャ時代、うん、でその時代のギターです、うん、すげえ、いつも言ってたね、いつも言ってた、新堀先生だ、新堀先生がいつも言ってたね、常に言ってるギター、常に言ってたやつだ、うん、それが本物、それがこれ、あ、それ本物です、手袋してるもんね、はい、もうあの心配なんで心配だよね、はい、いろんな意味で心配なんで、すげえな意味でね、はい、すごいね、これね実はあのこういう模様、うん、アジアなんですよ、意外とギターっていうのはヨーロッパのイメージでありますね、地中海のあたりで、からまあそのなんていうのかな、シルクロードを渡ってきた経緯があるので、そうアジアとあのすごく関係が歴史が深いんですね。知ってた？なるほど、いや、はい、勉強になりますね。すごいな、もうまさにあれだね、鑑定士だね。まあ、そうですね。うん、すごいね。手袋してますしね。これじゃあおいくら万円？え、これいくらですかね。これちょっと想像。これ値段つけられないね。つけられないよね。ちょっとほら、ちょっと。すごいね、ほんとね。ほら、ということで、今日も始まりましたよ。はい、タモの物質。この番組はですね、この我々部員たちと、この学校の部活、ギター部、軽音楽部を応援する番組でございます。お相手は私、ニーボリ TV 学園音楽部顧問のトムとマネージャーの竹下と優秀すぎる平部員の山岡達也です。あ、自分で言っちゃった。自分で言っちゃった。そして山岡くん、おかえりなさい。ただいま帰ってきました。何回か言いましたけども、彼はね優秀すぎるがゆえにシンガポールにね留学してたんですよ。帰ってきちゃいました。ね、前回の放送でほら電話したんだよ僕たちここで、番組中に、はい、見事に留守電、そう、あの時どこいたの、あの時は、うん、あの飛行機降りて電車に向かってきてる、向かってるとこだったんだ、毎年車の中でなんだろうって思ったら出れずに、あー残念だったね、まあでも今日はねあの山君帰ってきたから、はい、あのシンガポールのねお話をたっぷり今日はねあの聞こうと思ってます。さあ、それでは、はい、テレビの前の皆さん、出席を取りたいと思います。今現在、今言葉放送を見ている方々、ユーストリームで返事をしてください。それでは、どうぞ！さあ、この番組もね、相当いろんな人にね、そうですね、見られてるっていうね、ことを聞いてるから、はい、どんどん来るんじゃないかな。はい、そうですね。うん。まあ、待ちましょう。はい、ということで、さあ、はい、この番組もね、どんどん先に進めていきたいと思いますが、まず、はい、近々あったニュースとしましては、はい、ね、全日本学生ギターフェスティバルが
はい、先日ね、はい、行われて、そうですね、これがもうすごいことになってました。すごかったですね。すごいですよ。ちょうどあれだね、その前ぐらいに確か帰国して、そうですね、はい、で当日は当日指揮を振ってましたから、はい、振ってました。だけ優秀なんだって話ね。優秀すぎる、ね、すごいですね、はい。でそのですね、熱く盛り上がったこの学生ギターフェスティバルね、はい、マネージャーどんな感じだったのかな。そうですね、うん、もうやっぱりもう日本もここまで来たかって、ここまで来たかというって感じですね、うん、はい。もうついにギターというものが、うん、まあ、日本が世界をリードする、うん、というか、まあやっぱりですね、この小学生からまあ高校生までが、うん、まあなんていうか、これだけ優秀だと、うんうん、やっぱ日本の未来のギター界はもう本当に明るいな、明るいなと、はい、いうところなんだ ね、はい、ちょっと結果でも発表しちゃう。そうですね、うん、じゃあちょっと合奏部門なんですけどね、合奏部門の今年の1位、うん、最優秀賞、はい、こちらはですね、うん、鎌ケ谷市立第二中学校ギター部の皆さんの、合奏が1位を取りました。あー、はい、素晴らしいね、はい、なんだってね、すごい人数もたくさんいたしね。そうですね、はい、80人ぐらいね、あれをまとめるのもすごい大変だったでしょうね、うん、そうですね、うん、みんなの心が一つになった、はい、きっと弾ける、きっと弾ける、この心があったのかな。そうですね、はい、以上じゃあ3位までね、はい、行きますか、はい、はい、まあ、特別金賞というか、特別金賞なんと金賞の上、うんうん、なんですが、うん、特別金賞が2つありまして、うんうん、まず一つが埼玉市立植竹中学校ギター部が特別金賞、ね、うん、はい、おめでとうございます、はい、すごいね、中学生多いのかな。そうですね、うん、なんかすごいですね、そう、中学生がすごいんです、うん、ね、中学生が多いね、はい、1位もだって中学生でしょ。中学生ですね、多いな中学生、頑張ってるね、はい、中学生負けるな高校生、おー、いいこと言うたで、もう一つ特別金賞がありまして、鎌ケ谷市立第五中学校ギター部が特別金賞です。ああ、はい、鎌ケ谷、はい、2つ入った鎌ケ谷。そうですね、すごいね、これはすごい。鎌ケ谷ってどこにあるの。千葉県ですね。そうなんだ、はい、鎌ケ谷にある有名なものちょっと1個あげてみて、鎌ケ谷なー、知ってる。いやそう、そう、日本ハムのあれがあるんだよ、2軍のファームがある。あ、そうなんです、そうそうそう、鎌ケ谷どんなところだよ、鎌ケ谷、調べといてよ、ちょっと待ってちゃん、その辺も、はい、チェックチェックですよ、はい、汚いよ、ね、はい、もうちょっと優秀、もう一歩いけるんだけどな、優秀、優秀、わかりました、スーパーサイヤ人みたいな、スーパーサイヤ人みたいな、もう行ってほしいね、任せてください、わかりました、ということで、はい、白熱したこのね、はい、学生ギターフェスの来年もね、はい、開催されますからね、これぜひぜひ、来年も皆さん頑張ってください。さあ、それではですね、早速今日ね、メインのコーナーに行ってみましょうかね。そうですね、はい、おかえり山岡くん、ということで、ここからですね、某テレビ番組風にね、はい、ちょっと、トークを繰り広げてみたいと思います、はい、こちらにですね、あ、ね、山岡くんはですね、その優秀すぎるがゆえにシンガポールに、留学に行っておりました。まあ、留学に行ったとはいえですね、彼はあまりに優秀すぎるがゆえに、向こうのシンガポールでぜひ、ね、学校の、ね、部員たちを指導してくれという依頼も受けて、なんとその学校にですね、指導に行ってしまったんですね。何をしに行ってるんだね、君は。すごいね。そこでですね、いくつか写真を撮ってきていただきましたんで、これを元にね、某マーケット風にね、ちょっと会話をですね、進めてみたいと思いますが、まず一つ目の写真ですが、はい、こちら、はい、やっぱりシンガポールといえばみたいなね、うん、ありますよね、はい、これは山岡氏、これは例の、例のマーライオン、マーライオンですよです、ね、マーライオン、はい、これがマーライオンか、これがマーライオンですか。マーライオンってあれなんだね、口から水出てるけど、はい、これ大きいの、これ結構大きいですね。あ、やっぱりここはやっぱ海なの、ここ。あ、そこもう海で、ね、海に向かってね、はい、そう、海に向かって水を出して、マーライオン、はい、結構ですね、8メートルぐらいあるかな、8メートルぐらいある、8メートル、はい、マーライオンってこれ1個しかないの、これいっぱいあるの、
あの実はシンガポールの中に4つマーライオンがある。4つマーライオンがある。4つ、はい。同じところにこう4つあるの？いや結構違うんですよ。バラバラにあるんだ、はい。1つがこの一番有名なシティの中心部にある。これ有名、はい、これ有名なやつ。これが一番有名なやつです。でこれとはこれの後ろの方にちっこいマーライオンがいるんですよ。ああ。今回。そのぐらいの、はい、ちっこいマーライオンがなんか背を向けて立ってるんですよね、うん、多分仲悪いのかな、仲悪いのかなっていうね、マーライオン、うん、やっぱりこれがないとねシンガポールっぽくないもんね。そうなんですよね。さあそしてシンガポール次に進みましょうか。はい、こちらお食事をしている、風景ですが、あ、はい、山岡市はここに、ね、ね、おりますよね、はい、山岡市ここにいますが、はい、あ、今回のおそらくね、すごくとてもお世話になられた、はい、トーマス先生、そうですね、はい、向こうのシンガポールの現地の代表の方ですね、はい、なんとじゃあこの方の計らいで、はい、今回まさかこの留学が実現したという感じなんですね、はい、トーマス・リアウ先生ですね、はい、こちらはあの食事を共にされたんですか？はい、そうですね、一緒に食事をさせていただきました。これ何料理が出てくるんですかね、これね。この日は中華料理ですね。中華ですか。中華なんです。うん、美味しそうですね、これね。はい、もうどれも美味しかったですね。どれも美味しかった、シンガポール、はい、やはり素晴らしいですね。びっくりなのは、はい、値段が安い。値段、安いの？いくらすると思います、これで。これで一人当たり、一人当たり。一人当たり？だって、こう結構ね、お肉とかもあるし、なんかこうフルーツっぽいのもあるしね、野菜もあるし、はい、まあおそらくお酒を飲んでいるんだろう、うんうん、そういうのはあるから、まあ一人に3000円ぐらいかな。あー、なるほど、うん、マネージャーどうですか、マネージャー。そうですね、これはそうですね、まあ同じく3000円ぐらいです。おー、ちょっとマネージャーマネすんなよ。さあ正解は、みんなで正解は、うん、300円。さあ300円、10分の1、恐ろしく安いんですよ。日本じゃ牛丼しか食べれないよ、これ。本当に、恐ろしく安いんですよ。で、美味しいんでしょ。美味しいです。すごいね、シンガポール。そうなの。そうなんだね。だもんで、いいね、普通にマックに行くんだったら屋台に行くっていう、うん、あ、これ屋台なんだ。屋台なんです。ね、安くて美味しい。安くて美味しい屋台、はい、すごいな。じゃあこういったね、食べ物なんかも堪能してきたんだね。そうですね、はい、たくさん食べてきました。素晴らしい。さあそしてこれ見てみよう。はい、これを見てみると ね、あの山岡くんがね、勉強してる写真は全くないんだよね。確かに。むしろ教えてる写真の方が多いんだよね。これ見て、これ山岡くん、これ何、これ、先生。先生ね、もう横分け先生です、横分け先生。すごいね。教えてるのは、これは学生、高校生ですね。高校生なんだ。はい、高校にギター部、うん、あの日本と同じようにギター部があって、うん、そこの、うん、まあちょっと教えてくれっていう風に頼まれまして。すごいね、ギター部に。これ何人ぐらいの全部で、ね、これここの部活は50人ぐらい。50人いるんだ。50人ぐらい、ね、すごいね。50人前に立って、じゃあこれ弾き方を教えてるのかな。そうですね、弾き方を教えながら一緒に弾いてみてレッスンをすると。あ、ここにあるのはもちろんあのアルトギター。そうですね、だよね、アルトギター。じゃあやっぱり合奏みんなやってるわけだね。そうなんですよ、合奏。じゃあやっぱシンガポールってそういう合奏やってる方が多い。多いですね。そうなんだ。すごく盛んなんです。こういう風に学校でギター部を持ってる学校っていうのが、うんうん、まあ40はありますね。40はあります。すごいね。やっぱり大会とかもある、はい、大会もあります。2年に一度開かれるって、それがすっごい規模なんですよね。すごいんだ。日本に匹敵するぐらいの大きな大会です。それは日本もうかうか知られませんな。本当に、はい、すごいね。さあそして続きまして、あ、続きまたまた指導です。あ、来た、はい、これザ・山岡、ね、ザ・山岡です。山岡くんといえばギタロンですよ。ギタロンですね。伊勢神宮でギタロン練習しすぎちゃったみたいだね。あ、さあこのギタロンもうプロフェッショナルですから、これの指導も行ってるわけですね、はい、すごいよこれ。なんとこの時はマスタークラスという形で、うん、マスタークラス、はい、マスタークラスというと、マスタークラスっていうと、まあ一般的にはすごく偉い先生とか、すごく弾けるプロの人が来て、まあ、あのマンツーマンのレッスンをしたりとか、ちょっとマジでとか、そんなことやっちゃったの。やっちゃいました。すごいね。じゃあこれ習ってる人は、例えばその学校で教えてる先生だったりするわけだ。先生だったり、はい、あとはもう意欲のある人が直接来て学びに来てくれたりとか。すごいよ、すごい笑顔だよ。ね、すごい笑顔、負けてない山岡君に。すごいね。じゃあこういう風にして、マスタークラスで教えたりもしたわけだね。はい、すごいな、ものすごい経験をしてきたんだな君は。そうですね。さあそして、はい、まあ、こちら、はい、こ
来た、ね、これはこれは何のかな、これはこれはアルト1アルト2プライムバス、プライムバスって言われてますよ、うん、向こうの、あの、うん、僕がちょうど最後の指導の時ですね、うんうん、最後の指導の時に、うん、その学校の学生たちがメッセージカードをくれたんですよ、うん、なんとサプライズで、サプライズで、サプライズですごいね。あ、これが内容かな。そうですね、はい、そっちの書いてある、ね、お芝居の方が内容ですね、うん、あらすごい、音符も書いてあって一人一人メッセージが書いてあるんだね、はい、すごいですね。あ、そしてこれがそのメッセージをくれた方々ですね、はい、最後映ってますよ、はい、もうね、山岡くんね、日本人じゃないもうね、完全にね、違和感ないもんね、この空間に混ざりきってますね、もうね、完全にね、すごいね。これは高校生かな。これは高校生ですね。いやいやいや、なんかね、こういいね、愛されてる感じするねすごい慕われてる感がね、1ヶ月しか行ってないけど、はい、すごい、だからやっぱり優秀すぎるこの平部員のね、人柄がよく出てるこの写真なんじゃないかなさあそんな、人柄が出てるその写真とそれよりもあれがあるんですよね。なんとメッセージカードの現物がここにあるんですよ。すごいね。これちょっとさっきね、ちょっと見させて、あ、触っちゃっていいのこれ。大丈夫、大丈夫、大先生だったらオッケー、ありがとう、はい、ね、これね、すごいんですよ。何がすごいってね、ね、まあ、メッセージこう書いてあるんですけど、どっかにあったね、あの、あ、そこですね、ここですかね。あ、これ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 、あのね、これ見て見て見て、映るかな、これ、ここわかる、あ、わかるかな、これ、ね、日本語なんですよ。そう、ここ全部日本語で書いてくれて、全部日本語、すんごい、しかもね、うまいのね、こんにちは先生、この2週間は本当にありがとう、たくさん新しいの知識を習って楽しいです。若干こうね、こう中国人っぽいから、ね、さようなら、元気だね。ダメって。うん、グッ、ベリーグッ。素晴らしいよ。もう完璧です。もうこれ一番感動するね。本当にもうこれは感動しましたね。すごいですよ、こんなん直接ね、それぞれのパートからもらっちゃって、うん、ね。そりゃ山岡くん帰ってきてしばらく日本語喋れなくなるわけだよ。そう、1週間ぐらい舌がもつれちゃう、うん、もつれちゃっても、もつれちゃって、もつれちゃって、何喋ってるのかわからない感じなんだ。だから夜中起き、あの、たまに起きる時があったんですけど、うんうんうん、起きると、うん、なんで日本語が聞こえるんだろうって、あー、不思議になっちゃうんだね。周りからも日本語が聞こえてくるのが不思議になって、うん、1分ぐらい必死に考えて、日本にいるんだ、いるんだって、俺ってすごいな。そこまで行っちゃいましたね。だけ優秀なんだよ君はこれね、部員的に優秀とかじゃなくて人間的に優秀ありがとうございます。すごいね、ほんとね。あ、そう、ありがとうございました。じゃあちょっと、はい、ありがとうございます。いやいやいや、これは素晴らしいですね。これあれだね、やっぱりシンガポールの、おそらくこれね、映像とかもね、見てる方いらっしゃると思いますから、はい、日本語で言ったって分かるかもしれないけど、なんかね、こう学校でほら演奏してるね、あの模様とかなんかあればぜひ送ってきてください、はい、ね、あの、我々放送しますね。そう、山岡くんもね、あ、この子はこうだったなとか思い出すかもしれませんから、ね、大丈夫です、間違いなく覚えてる、覚えてる、彼はね、絶対覚えてる、大丈夫です。ということでね、本当にね、山岡くん、本当お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。すごいね。さあ、ということで、お届けしてまいりましたトムの物質、今日はこの辺でお別れしたいところなんですが、忘れちゃいけません皆さんね、宿題です。ありましたね。もうだってさ、はい、皆さん夏休み終わってるから油断してるんだよ。ああ、一番油断してるの、ね、俺先生完全に今ね忘れてた。そう、夏休みだから宿題があったんですよ。で、宿題はまだフィナーレを迎えていないね。第1回目の宿題はアルペジオ、アルペジオ、ね、2回目がスラー、あともう1個はスケールですね。スケールですか、スケールですよ、はい、しかもですよ、この田口ひろむ先生が、田口ひろむさんがね、大先生です、先生、大先生、大先生、先生がですね、なんと考えていただいたオリジナル、オリジナル練習ですよ。オリジナル練習、オリジナル練習ですよね。英語で言ったらなんていうの、こういうの、オリジナルプラクティス。トム先生、トム先生、あのね、そういうの待ってた、そういうのが欲しかった。ありがとう、はい、いやー、今最高だよ。
やっぱり君は最高だよ。ありがとう。ね、はい、そんなオリジナルプラクティスね、はい、これはですね、なんと田口先生今日も披露してくれますから、使う音はたったの7つですよ。7つ、たった7つですよ。これしか使う、まあオクターブ入れりゃ8個ですよ、うん、ね、ドレミファソラシド、うん、これしか使わない。そうですね、みんなにもできる、誰にでもできる。ただし、ただし一筋縄じゃいかねえぞ。おお、そうは問屋はおろさねえぞ。ということで、早速ですね、ご覧いただこうと思います、はい、宿題フィナーレどうぞ。スケールとリズムのトレーニングです、これはですね、5フレットから始まる、ドから始まる、超音階、このスケールは、まあ、一見音符は単純なんですけども、1段ごとに、楽譜が1段ごとにリズムが変わります。一種のポリリズムと言ってもいいと思います。ポリリズムというのは、決まったビートに対してちょっとずつ他に拍がずれていくんです。メトロノームの拍を取りながらですね、弾けるように練習しましょう。例えばこれが四分で鳴っているんですけども、最初は2段目は3つずつのペアになります。で、3段目というのは今度は2つずつのペアが1個ずれている。で、4段目はこれは3、2、3、2、タッ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 、で最後は、まあ、スムーズにいくという、まあ、5つのリズムの、スケールとリズムのトレーニングができる練習になっていると思います。テンポは四分音符100を目標に、 I から始めるパターンと右手の I の指から始めるパターンと F から始めるパターン、この2種類できるといいと思います。それでは頑張ってください。あの夏休みの宿題フォーエバーということで、フォーエバー、ね、フォーエバーですよ、永遠続くぞ。なぜひぜひ頑張って練習してみてください。バッエンディングチャレンジ、イエーイ。そういうのねちょこちょこ入れてこ。あさあ、それではですね、続いてと言いますか、なんとこのニーボリテレビですね、なんと Facebook のいいねが500を超えました。500いいね。はい、英語で言うと500イエーイ、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 イエーイ。さあ、そういうことで、これを記念しましてですね、皆様にプレゼントがあります。おお、さあ、何をプレゼントするかというと、じゃじゃん。はい、
なんと最新の美しい音を生む本の模範演奏 CD をプレゼント。ついに完成しましたよ皆さん。なんか重いですね。重いんですよ。なぜかというと2枚組だからだ。2枚組、2枚組。これ64曲ありますよ。全部入ってるから。すげー、全部すごいよ。すげー。もうね、なんていうか、いろんな重みだよね。いろんな重みですね、うん、あのね、物理的な重みだけじゃなくて、いろんな重みが入ってるこの中に。すごいと思う。これはもう絶対持ってたからダメでしょ。そうです ね、だってギターの一番の良さは音でしょ。これ、はい、一番いい音入ってるよ。入ってますね。だって美しい音産むわけだからね、はい、入ってなかったら産めない、産めない、産めな い, めないです、ね、だからこれ絶対持ってた方がいい。これをですね、なんと500いいね記念なので5名様にプレゼント。イエーイ。応募方法は Facebook のページから、アクセスできるようになっているので Facebook をチェックしてください。いいですか。さあ、そしてですね、応募のスタートは本日の22時スタート。締め切りは9月13日金曜日の21時となっております。このですね、貴重な機会を見逃さずにぜひとも盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。さあ、それではですね、本日も楽しくお届けしてまいりましたトムの物質。本日はこの辺でお別れしたいと思います。はい、それではまた2週間後お会いしましょう。皆さん、さようなら。